新年明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします、お正月を迎えまして、今年思う言葉、まず去年を振り返って本当に災害が多かったなと思います。東日本大震災以降ですね、本当に災害が続いているなと思います。今年こそは穏やかな一年でありたいな、心からそんな風に願っております。私たちの町ここ東灘も、決してですね、無関係ではございません。私たちもですね、常日頃から災害に対する備えというものをですね、しっかりと認識していかないといけない、命あってのものだれでございます。お正月が明けますと、東灘区の各防災コミュニティ、消防、それから自衛隊などが共同で放水大会などが行われましてね、美味しい、お味噌汁の炊き出しなんかもあるわけですけれども、1年間を通してずっとその防災の意識を持ち続けるということはなかなかに難しいことだと思います。特に子供よりも大人、今こうして私の動画をご覧になっている方々の中でお家に食料とか水とか最低限3日分ぐらいの備蓄をされている方何人ぐらいいらっしゃるでしょうか。この、災害に対する備えというものをですね、冗談みたいに思うのではなくてしっかりとみんなで持っていきたい、私も今年1年を通してですね、この災害に対する備えということをしっかりと、皆様に、このお知らせもし当局ともしっかりとそのやり取りをしていきたいなと思っております。災害に強い神戸東灘でありたい、そのために頑張ってまいる所存でございます。4月には統一地方選挙がございます、どうぞよろしくお願いいたします。元旦初日のご挨拶をさせていただきました。どうもありがとうございました。